こんばんは。今日はこちらの食材を使ったタケノコのおつまみピンチョスに挑戦していきます。タケノコを切っていきます。タケノコを入れます。蓋をして煮込みます。だいぶ柔らかくなりました。かつお節をまぶします。混ぜます。ようじを刺していきます。はい、北川博之特製たけのこのおつまみピンチョスの完成です。美味しそう。たけのこのおつまみピンチョスが完成しました。早速いただいてみたいと思います。いただきます。しっかり味が染みてる。これはいい。今日も大成功です。美味しい。